ボートンオンイコールザイコールオーターは、イングランドのコッツオルズ地域にある、グロスターシャー州のビレッジで、行政教区である。2019年6月30日の人口は推定4073人だが、未だ小さい村のように考えられている。ボートンオンイコールザイコールオーターにおける最古の、人間の活動の記録は、虐殺郷近くの砂利の中から発見された、新石器時代の陶器である。 サーモンズベリー牧草地 C の発掘からは、新石器時代から青銅器時代、ブリタニア時代の間、常に定住があったことが判明している。ローマ時代の道である、イックニールド街道は、ボートンオニーコールザイコールウォーターで、フォッセ街道から分岐し、南オークシャーのテンプルボロに向かう。古代ローマ陶器と古代ローマの通貨が村で、 発掘されていることからも、ローマ帝国の支配を受けていたことがわかる。708年、サクソン人のキコリが古代ローマ寺院の上に教会を建てた。11世紀までに、ノルマニオー様式建築の教会が建てられ、ウィンドラッシュ川に沿って、村は今よりも繁栄していた。14世紀には現存するセーローレンス教会の一部が建てられたが、 そのほとんどは17世紀から18世紀に建てられた。1654年から1953年の間に建てられたウィンドラッシュ川に架かる橋からコッツウォルズのベネチアと呼ばれている。1862年旅客列車が開通した。1908年に国防義勇軍の前身が結成されると人員募集のために王立グロスタシャーユサールが承認された。 この結成を受けて、連隊は B 戦隊から兵の維持を受けた。現在でも連隊は王立エセックス義勇の兵団の中で人員募集を続けている。1920年代には観光客が増え、1937年には冒頭オンイコールザイコールウォーターモデル村が建てられた。1931年から1951年には大きく人口が増加した。 村の住宅や店は、コッツウォルズ風の黄色いライムストーンの霧石積みで建てられている。1962年、旅客列車が廃止された。2002年に公開されたジェームズ・ボンドの映画、007ダイアナザー・デーでは、村内の駐車場や、近隣の滑走路が、撮影地になった。冒頭には、たくさんの観光施設がある。ありがとうございます。